皆さんこんにちは。今回の動画ですけど、このレーサムナメクジ、最近発売された新商品のね、ちょっとしたご紹介と、もう一つ、新たにね、あと一個アイテムが届いたので、新しいアイテムのご紹介をね、しようかなと思ってます。まず、こっちのナメクジ見てもらうと分かるんですけど、結構こんなハード系の、ね、きっちりとした入れ物に入ってます。でね、形が崩れないように一個一個ね、小分けされてて、いい仕事してますね。でちょっと開けていきます。開けるとね、まずこういった1枚ね、こういったものが入ってるんですけど、これも、形が崩れないようにね、ちゃんと入ってます。で開けた感じはこんな感じですね。はい、5個入り、5個入りで、1つ出してみましょう。皆さんも見たことある形だと思います。最近 SNS でね、いっぱい出てるので、こんな感じ。ロケットみたい、テールを隠せば、そんなのはどうでもいいけど、パッと見、見た目はこのテールですよね。最初にプルンプルンのテールで、それからちょっと上に行くと、ここにね、2つなんかヒレみたいなやつ横にあって、注目、エラみたいなやつ、このね、エラみたいなやつ、ここで水を受けるんですよ。で、受けるというなら、ここもね、水を受けてくれるんですよね。テールの上のちょぽって出てるんです。で、特徴的なこのヘッド、ここがね、多分自分的には一番重要ポイントかなと思います。水がこう当たる場所で、リップのようなね、なんか役割みたいな感じになるのかなと思います。アクション的にはボトムまでフリーホールで落として、そこからスラックアクションでスラックを軽く、強くじゃなくて軽く動かす、あんまり強く動かすんじゃなくて、ほんと軽くですね、軽く動かしてボトムをね、ちょっちょっちょっみたいな感じでするのがイメージですね。で、このヘッドのおかげでね、アクション与えた時にふわっと浮かなくて、ボトムをね、叩くような動きをしてくれます。で、自分はこれ、その動かし方と、もう一つズル引きをよく使ってます。これから春暖かくなってきて、甲殻類がね、だいぶ出てくると思うので、こういったズル引きとかかなりね、活躍してくれるんじゃないかなと思っております。これがね、 3.7 インチで約 18g ぐらいですねのウエイトで、結構ね、揉んだりするとちょっと塩が出てくるぐらい、結構塩が入ってます。そんな感じですね。このナメクジは、前回ね、前回というか結構前に動画を出したと思うので、できればね、そちらの方も見ていただけたらなと思ってます。もう一つ、これがね、まだ発売とは言ってないんですけど、絶対発売するであろうワーム、これ同じと思われたかもしれませんが、見てください、このサイズの差、このサイズの差ですよ。見えるかな、この違い。こっちが 3.7 インチ、こっちがね、どれぐらいだろうね、3インチないぐらいかな。ちっちゃい。みんなちびくじとか言ったり、ね、マイクロなめくじとか言ったりしてると思うんですけど、これ今回はね、このワームを使って、調校に行ってきました。自分はね、このワーム、ノーシンカーでもいいと思うんですけど、得意なフリーリグに最適かなと思いました。あとはね、ちょっとミドストチックに使うとかっていうのもありかなと思うんですけど、多分ミドストよりボトストみたいな、そんな感じがいいかな。あと、ウエーテッドフック、今流行りのブレディなんかつけて、巻きなんかも良さそうですね。で、今回はフリーリグを使って調校をしてきましたので、その調校動画の方にね、最後ちょっと見てもらおうかなと思います。自分の地元ってクリークが多いですもんね。クリークなんかにはこのサイズ
最適だと、まあ、自分は思ってます。まあ、聴講動画を見てもらうと分かると思うんですけど、今回聴講行ったのがそういった小規模のクリークに行ってきました。そのクリークでも通用するのか、まあ、もちろんこのオリジナルのナメクジもそこで釣れはしたんですが、またこちらでもどうなるかっていうとですね、皆様に見てもらおうかなと思います。それではね、聴講の方の動画見てください。どうぞ。5グラムのフリーリグでこのチビクジ使っていきたいと思います。まあ、狙いは、まあ、何かとここゴロタとかもあるのでね、そのゴロタ周りとかこれでちょいちょいちょいとして釣る。普通に釣れそうけど。はい、動画の途中なんですけど、バッテスからのお願いです。佐賀県はですね、リザーバーがあったり野池があったりクリークがあったり川があったり、バス釣りをする環境では非常に恵まれた県です。ですが今現在その恵まれた環境がなくなろうとしております。大きな問題点としては路中問題だったり帯問題、そういったことで野池の管理人さんだったり田んぼの方あったりが頭を抱えている状態です。こういうことが続いてしまうと佐賀県で釣りができない環境ができてしまうので、当たり前のことを当たり前にできる、そういったアングラーでいることだけで守れるフィールド多くあると思います。アングラーが一丸となって自分たちのフィールドは自分たちのフィールドで守っていきましょう。ここのクリークね、ちょっと濁ったぐらいがいいんすよ、意外とマジで。で今日は若干濁ってる。これでねちょこっとね風が吹いたぐらいがいいんですけど、今日は無風。今のところは無風でね。でカメラのね充電がね 50-60% ぐらいしかないので、サクッと釣って帰りたいと思います。あーでも釣りたいな早く。実際ね自分ねちょっと怪我をしてからバス釣ってないです、マジで。もう約3ヶ月バスが釣れてない状態なんで、早くね、おお、バスを釣りたい。今の何だった、なんかボイルしたね。早くバスを釣りたいんですよ。シオタックルはおなじみアウトローのね、バーサタイルラン 71M プラス、いや万能ロッドっすね、バーサタイルに使える。まあ重いやつからね軽いやつ、いろんなやつ使えるんでね、マジで万能。てか今ねフックはね10をねつけてます。1020あたりかな、10201番、その辺がいいかも。でもなんか食ったかな、食ったかな、食ったよ。よっしゃー、よし、よっしゃー、ちびくじいい感じ、よし、よし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 、大事に取るよ、大事に取るよ、大、あー、いえ、びしょ濡れだった。大事に取ったよ、やったー、いいバス、やっと釣れた。ナメクジのねちっちゃいやつ、ちょっと仕事帰りの短時間釣行なんですけど、ナメクジのちっちゃいやつまだねちょっと発売はされてないんですけど、まあ最近ナメクジも出てめちゃくちゃ好評でね、さらにサイズダウンしたやつと今度サイズが大きくなったやつが出るんですけど、チビクジフィッシュ、いやいいね、いいバス、今年発売ゲットしました、よかった。まあ、フリーリーグでこう、まあ、ポイントポイントをずっと探っていったんですけど、やっぱりいたね、よかった、最高、バスです。ご視聴ありがとうございました。ほらーらーらーご視聴ありがとうございました。ほら
しいと思ったら、ビルトボタン、チャンネル登録、よろしくー。